こんにちは、i k です、えー、本日は呼吸に合わせて体を動かすそれによって体の全身の筋肉を使って血流を促しそして代謝アップ、えー、呼吸をコントロールすることで自律神経を整えていきます、えー、太陽礼拝という動きを行っていきますこれは朝行ってあげると、えー、一日中 え快適に過ごせますのでぜひ呼吸をコントロールしながらたまにやってみてくださいではまずは安楽座で座り呼吸を整えますかかととかかとを一直線にして座りますここを中心にして自分の体を真ん中に持ってきてください 右のお尻と左のお尻割れていると思いますので両方均等に体重を乗せお尻で自分の上半身と頭の重みを感じていきましょう体が前でもなく後ろでもなくお尻で上半身頭の重みを感じお尻で真下の床を押し頭のてっぺんは 天井、届きませんが、真上に引き上げるように、押し上げるように背筋を伸ばします。一旦両手は天井に向けて首の後ろを伸ばし、不安でなければ目を閉じていきましょう。目からの情報ではなく、自分の体の内側で重心を感じ、 呼吸に集中していきます。動き続けながら。深い呼吸。四秒かけて吸って。四秒かけて吐いていきます。慣れてきたら六秒。もっともっと慣れてきたら八秒と。 徐々に徐々に長くしてみてください、はい、では早速動きます優しく目を開けて今の呼吸を忘れないで動いていきましょう、はい、では両手は前について四つ這いからです肩の真下に手首がきます 腰の真下に膝がきます一旦つま先を立ててお尻を後ろに引いてあげて足の指をほぐしましょうお尻を少し左右に振ってあげて両手を脇が伸びるぐらいまで前へ両手は指先方向へマット床を押し背中を伸ばします ぐん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 背中を伸ばすことで疲労回復につながります、はい、お尻を持ち上げましょう手の方ばかりに体重を乗せずにお尻ぐっと後ろへ後ろへ足の付け根を引き込ませてダウンドッグです背中を伸ばします頭は腕と腕の間目線は足と足の間動きます ゆっくりと目線、手と手の間、足を手と手の間まで歩かせて、頭最後になるように起きていきます、はい。しっかりと立っていきます。足を閉じてあげたら、親指の付け根を揃えて、指先は正面。2本の足を1本にするように、下からグググッと引き締め、お尻の表面ではなく、奥の方でキュッと締めてあげてください。 へそ下から上半身を引き上げていきます両手腕の力を抜いて息を吸いながら両手を耳の横まで持ち上げさらにたっぷりと息を吸いながら胸を開いていきますたっぷりと息が吸えたら前屈しますゆっくりと丁寧に足の付け根を引き込ませながらお腹をももの上にのせるように真っ二つ全部吐き切ります 吸ってッックアップ体を半分だけ起こします背筋が伸びる手の位置を探しましょう床かすねかももの上足の付け根を押してあげると背筋伸びやすくなります吐きながら両手を足の横へついて足を後ろに引いていきます板のポーズ 頭からかかとが一直線ですかかとで後ろの見えない壁を押すように体重かけてください腰が痛ければ膝つきます脇を締めて胸を手と手の間へ沈めてうつ伏せ足の甲を寝かせます両手は胸の横脇を締めながら両手指先方向へ床を押してぐ,ぐっと下半身に沈ませながら胸を 開いていきます。たっぷりと息を吸う。吐、はいてお尻アップします。さっきのダウンドッグに戻りますが腰痛い方は膝ついてつま先を立て、お尻を後ろに引いて背中を伸ばしてからお尻アップでダウンドッグ。ここで吐きます。次の吸い気が来たら、視線手と手の間。 足を丁寧に手と手の間まで歩かせてゆっくりと上体起こします息を吸いながら両手万歳たっぷりと息を吸って吐いて一旦胸の前で合掌していきますこれを繰り返していきます今度は呼吸をメインにしていきます手を解放させふー吸って両手アップ プリと息を吸って吐いて前屈ふ吸ってルックアップから半分だけ起こして背筋を伸ばす吐いて両手を足の横足を丁寧に後ろへここで吐き切ります少しずつ息を漏らしながら吐いて吸って吐きます 吐きながらお尻アップでダウンドッグ全部吐き切ったら吸って手と手の間丁寧に足を手と手の間一気に吸い切ります吐いて脱力吸って上体を起こす両手万歳ですたっぷりと息を吸って吐いて胸の前で合掌 もう一度いきます手を開放吸って吐いて吸って吐いて吐き切る吸吐いて吐き切って吸 吸い続けて吸い切ります。吐いて吐き切って吸ってたっぷりと吸い切って吐いて胸の前で合掌。はい、細かいところは。 えー、体の使い方として重要ではありますがぜひ、えー、呼吸と一緒に体を動かしていく、えー、呼吸のタイミングが分からなくなったら息を吸うときには胸を開く吐くときには体を前へ倒すといった、えー、体がですね呼吸がしやすい体の、えー、タイミングを思い出して、えー、繰り返し繰り返し朝ぜひぜひ、えー、せめて4回。 やって続けてみてくださいおそらく1週間で体と心が調和してきて快適な1日になると思いますぜひ試しにやってみてくださいこれで余暇のレッスン終わりにしていきますありがとうございました